声で書く日記139個目になりますね。5月6日現在午前11時25分ですが、ゴールデンウィーク最終日になっちゃいました。子供の日の振り返り休日、今日は雨の札幌です。といっても小雨ですね。朝のうちそこそこ降ってたんですが、今はほぼ止んでますが、まだ空は雨模様ということで、いつ降り出すかわからないということで、まあ雨の一日ですね。静かな雨のゴールデンウィーク最終日ということになります。ということで今日のタイトル、まだ出ぬ椎茸とくちゃい藤一郎とマジシャンと聖団と雨のゴールデンウィーク最終日とつぶやき野郎の話というタイトルにしましたが、もしかしたらもう出たかもしれませんが、最近椎茸占い毎週月曜日に出るのが楽しみでしょうがないということで、今日はまだかなと思ってさっき見たらまだ出てなかったんですが、だいたいいつも昼頃出るんですかね。でもまあ今日はゴールデンウィークなので、もしかしたらもうちょっとゆっくり出るかもしれませんが、結構ねいいですね椎茸占い。やっぱりベースが占星術なんだと思いますけども、それがやっぱり椎茸さんのこう独自のねアレンジで、とてもこう、心に響くというか突き刺さるというか、非常にいい表現、いい言葉遣いですよね。やっぱり書く言葉っていうのは、ああいう言葉を書くっていうのはかなりエネルギーも時間も使って書いてるんだろうなと。それをしかも12星座分書くわけですからね、1週間かかるだろうなと思いますけども、ということでまだ出ぬ椎茸はそういう椎茸占いの話ですね。それからくちゃい藤一郎は、藤一郎くん実はまあ雪が溶けて、結構雪解けになると、その雪の滑り止めの砂をまいたりとかね、それからいろんな埃が、雪に入ってた埃や空気中の汚いものが全部道路上地面に残るわけですよね。でそれがこう風で舞ったりとかね、でさらにここのとこ黄砂、黄色い砂も飛んできたりとかしてって、結構ホコリっぽいんですよ。で、私も喉やられたりしながらね、ちょっと今も喉腫れてるんですけれども、だから、藤一郎くん、それ、しかもゴロンゴロンやるわけです。今、寒毛期で毛が抜けるわけですよね。だから、土ぼこりのとこでゴロンゴロンやるから、洗濯じゃねえや。お風呂に入れてもまたすぐゴロンゴロンやるなと思って、ちょっとお風呂入れるのを先延ばしにしてるんですけど、そうするとだんだんやっぱりね、くちゃくなってきて、まあそんなに、いや、藤一郎くんあんまり口の匂いもしないし、体の匂いもしない。もちろん犬の匂いはするんだけども、意外と上品な、綺麗なワンちゃんなんですが、普通こう、口の臭いワンちゃんいるじゃないですか。藤一郎くんは全然匂いしないんですけど、まあそれはいいとし、毎日歯磨き大好きなんでね、歯磨きしてるんで、そういうこともあるだと思うし、まあ若いせいもあるんですけどね、あ、もうすぐ3歳、あと3日で3ちゃいですけど、その3ちゃいになる藤一郎くんがちょっとくちゃいのは、実はその体の問題じゃなくて、おなら、ですね。昨日からおならが、今朝は3発ぐらいして、これがくちゃいんですね。で、原因ははっきりしてって、ちょっと普段鶏のささみとか、あとドッグフード食べてるんですけど、ちょっと鶏のささみの、をちょっとボイルしてなくて、ストックがなくなっちゃったもんだから、鬼筋ってのあるんですね。牛の背筋みたいなとこだと思うんですけど、鬼筋は結構硬くて筋張ってるんですよ。で、鬼筋を多めにあげたんですね、ここ、昨日、今日と。鬼筋、やっぱ筋張ってるから、おならになるんですね、あれね。繊維質だっていうか、うん。で、これがくちゃいわ。で、藤一郎くん自分で出て、自分がくちゃいのが、に反応してるんですけども、で、怒るんですね。藤一郎くちゃいって言って怒るんですけど、お前が鬼筋食わせるからだろ、みたいな、そんな感じなんですが、自分のおならに驚いてる藤一郎くん。はい。くちゃいと一郎くん、今、熟睡してますね。それから、マジシャンと聖団とっていうのは、これはマジシャンは、もうすでに一声でも、新平ちゃんって、つぶやいたりとか、少し、あちこちで喋ったんで、聞いていただいたことはご存知だと思うんですが、教え子がマジシャンでね、カードマジックで、結構、世界的にも評価されてるんですけど、その新平ちゃんがテレビでね、いい感じで、録画しましたけど、1時間半ね、たっぷり案内役、スペインでマジックフェスティバルやってましたね。立派なもんですね。はい。自慢の教え子の一人ですね。他
にもいますけども。まあそんな形で、マジシャン。そして、聖壇。これはちょっと新しいエピソードをね、やって、もうちょっと気軽に政治ネタを配信したいと。ね。日本は結構政治の話すると政治家になればとかよく言われるし、私もよく言われたんですけど、面白いんですけどね、そんなことを、だから日本では政治を語ると政治家にならなきゃいけないっていうぐらい政治のことを語らないわけですけど、私も政治学が専門だってこともあるんですけど、やっぱ普通に政治の話がね、やっぱり欧米なんかはもうちょっとできるわけで、これが日本人はやっぱり宗教の話と政治の話ってはなんとなくしないんですよね、これね。あんまりいいことじゃないんですけどね。だからもう普通に気軽に、もう砲弾含めてね、言いたい放題で砲弾含めて当たっても外れてもいいから。やっぱりこういう話をする。で、そこにこう、あんまりこう、対立持ち込まずにね、少しこう気軽に、お茶場トークというか、井戸端トークというか、ウォータークーラートークというか、ね、そんな感じで、政治ネタもね、語れるといいかななんて思いながら、意外とそういうので、ゆるい番組ないので、あるようでないので、ちょっとまあ、私はもう政治学者廃業したので、結構気軽に呟いちゃおうかななんて思ったりして、少し、前々からやりたかったんですけどね、聖壇というエピソードをちょっと始めてみたよということです。それから、つぶやき野郎。これは聖壇とかっていうのはちょっとやっぱり10分15分喋るわけですよね。で、つぶやきはもうちょっと1分以内でと思ってるんですけど、やっぱ政治ネタと大学のネタでやっぱつぶやきたいことあるんですよね。そんな10分15分まとまった話じゃなくて、本当に一言つぶやきたいことがあって、まあ、ちょうどこのリッスンケアフリーの一声みたいなバージョンですね。それをちょっとやろうかなと思ってて、ちょっと大学ネタと政治ネタでつぶやきをやろうかなと思って、つぶやき野郎になろうかなっていうことで、最後、つぶやき野郎の話って書いてあるんですが、これ実は一回、政治番組の方で、元政治学者のどこ吹く風っていう番組があるんですが、これでつぶやき一回つぶやいてるんですよ。スパチューってね、スーパーチューズデーの日にちょっとつぶやいたんですが、スパチュー。アメリカ大統領選挙ですけど、ちょっとそういう一声的なつぶやきも入れたいなと思ってて、まあ、要するに、音声配信のツイッターみたいなことをやっちゃおうという。あ、で、そういえば音声配信のツイッターで言えば、ツイッターはプレミアムかなんかで、やれば音声入力もできるらしいですが、私やってないのでやる気もないんですが、スレッズがね、音声入力に標準で対応してて、これ結構面白くて使って2ヶ月ぐらい毎朝つぶやいてたんですけど、あんまりリアクションないので、ちょっと今やめちゃいました。つぶやき野郎ね。声で立てるスレッズっていうことで、スレッズの方でちょっとつぶやきやってたんですが、これやめちゃいました。で、まあ、聞いたり見たりしてる人いると思うんだけど、やっぱり文字で見てるんでしょうね、きっとね。音声聞く人まではいないのかなと。で、そんなことやってたら、これはどっからかな？なんかで引っかかって、なんとかっていうのが、なんとかじゃわかんないね。エアチャットか。エアチャットっていうのも一応登録してみたんですけど、このエアチャットも、ちょっと、どうなるのかね。微妙に、どうなるかね、これ。だから、スレッズとかエアチャットとかでのつぶやきっていうのが声でのつぶやきでテキスト化されるんですけど、で、一番の特徴は文字化されて AI が綺麗にテキスト化してくれるっていうのが新しいことで、つまり音声入力で文字配信もできるし、音声も同時に配信できるっていうのが今出てきてるんで、で、それがスレッズもやってるし、このエアチャットも始めてるし、もちろん、リッスンでもできるんだけど、だからリッスンを舞台に、ちょっとつぶやき型の音声配信をもうちょっとやってもいいのかなっていうふうに思ってて、ただつぶやきだけの番組作るっていうのもちょっと、芸がないというか、気がしちゃったので、いわゆるこう、10分バージョンとか30分バージョンとかをやってる番組の中に、サムネイルだけ変えて、カバーアートだけ変えて、サムネイルですね。
画像だけ変えて、つぶやき。まあ、今このリスンケアフリーでやってる、ちょうど声で書く日記は10分ぐらい喋って、一声は1分以内でっていうふうにやってるんですけど、そういうやつをね、他の番組でもちょっとつぶやきやろうと思ってるということで、少しこう、なんていうのかな。まあ、これはいろんな考え方あるんですけど、やっぱり番組の長さっていうのはいろいろバリエーションをメリハリつけた方がいいんじゃないかなっていう気が僕はしてるのでね。まあそれでちょっとつぶやきやろうということで、またね、お騒がせしますけれども、どうぞよろしくお願いしますって誰に言ってるのかよくわかりませんが、そんな中先ほど声日記を4象限で考えるの、その4、声日記にもいろいろある。これ無料プレビューでほぼ最後まで聞けますので。まあ、やっぱりいろんな多様化したものが声日記というジャンルの中でもやっぱ出てきてるっていうことで、そういう多様性に対してやっぱ柔軟でありたいなと、自らへの戒めも含めてね、思ってるということで、こんな配信もしてみましたということで、雨で静かな一日で退屈な一日ですが、これからお昼ご飯作って食べて、午後は何しようかな。最後の日、ゴールデンウィーク、特にやることないです。はい。皆さんごゆっくりお過ごしください。ではまた。